あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、それじゃあ今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、あ、これね、上にまあ施設というか階を作ってたんだけど、2階を、このね、患者さんたちの吹き出しがちょっと上の階まで突き出してきてて邪魔だったから上の階を移動させてしまった。あ、ちょっと待って、あ、前回のこれ依頼受けたやつ成功してその後話しかけてなかったんだ。ちょっと待って、へいへい。お、アイナ様ありがとうございます。新しい患者様の治療が終わったようですね。これ前回のやつね。患者様のお話や元老王様の見立てによれば、回復した患者様は飢餓の病だったようです。お腹が空いとったもんね、二人とも。なんかすごい贅沢な食事を提供させられたけれども、この病が治したのもアイナ様が栄養価の高い食事を作ってくださったからですね。しかし以前の患者様は未だに眠ったまま、病の原因もその治療法も分かってはいませんね。三人ともずっと苦しんどる。今の私にはもうなすべがないのです。あとはただ寄り添うことくらいしか。アイナ様、今更ですが私は自分の無力さを感じずにはいられません。でもエルさんはいつもね、すごいなんかパパパパパパパってすごい手の動きが、いくら汗を拭いて差し上げても体をさすって差し上げても患者様はいつも、あれもしかして汗を拭きよる動きなんかな。おお、この力病をなくせるのなら私は自分の身などどうなっても構いません。神よ、もしもそこにおわすならどうか患者様をお救いください。ゲホゲホ。もう自分やられよりやん。え、戦いのマークに変わった。薬草をゲットしたけれどもね、なんで今入りかけてやめたの。おお、アイラ様、このような時に何ということでしょう。またしてもこの町にヘルコンドルの軍勢が迫っているようなのです。ヘルコンドルはこの地で見え隠れしているほんのわずかな希望の光すら邪魔なのでしょう。病を振りまくだけでなく私たちの町すら破壊しようとするなんて、なんとなんとなんと憎らしい。さあアイナ様、魔物との戦いの準備はよろしいですか。ほい、共に参りましょう。アイナ様、患者様はまだ病に床におられます。私もまだ諦めたくありませんよね。あの三人もきっちり治してあげたい。ほい、竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。こっちの方向なはず。ヘルコンドルは仲間を呼んだ。あー、うわー、人面樹、人面樹顔怖い。はお、でもダメージだいぶね、30ずつ。お、結構いい感じで。なんだあの攻撃は。あー、待ってくれ。ほら、こっちに対してのダメージが結構少なくない？ちょっとそこの桃柿の実を取りたいんだけど。ああ、でもこうやってね、食べ物に目がくらんでやられてしまっては意味が。おーし、取れた取れた。あ、あそこにも、お、やっつけた。みんな魔物の軍団を倒した。やったねー。あ、また来た。腐った死体軍団が襲ってきたよね。みんなちょっと街の中帰らないで。ちょっと、なんかその辺いたら私街壊しそう。腐った死体軍団が襲ってきたよ。なんか毎回思うけど、腐った死体さ、みんな、ね、今さ、今さ、今さ、一瞬、お、ほらほらほら、ちょっと邪魔、ちょっと邪魔。見た？今ね、腐った死体がさ、元老は様って言ってたの。え、怖くない？え、怖くない？ちょっと一気に元老はへの不信感が募ったけれど。待って、こっちに何か飛んできたりしないよね。いやー、なんなのその巨大さ。突然変異かい？もともとこういう大きさのモンスターなんかな。お、やったか、やったね、やったね、すべてのモンスターを倒した。イエーイ、バトルコンプリート。薬草を5個手に入れた。ん、
誰だ、誰だ。誰がここに希望を振りまいている。何それ、怖い。みんな、やったね。やったねはいいんだけど、誰もびっくりマークが出ていない。あ、ちょっと、とりあえず、休んでおこっか。魔物と戦った後やし、体力ちょっと減ったよね。え？どんな夢？耳をつんざく悲鳴が街に響き渡った。ん？今回はナレーション、ん？夢じゃない。街がただならん気配に覆われている。何それ、怖いんだけど。ちょ、そこから何も見えない。あ、誰、ん？ん？ L？ 街のどっかで何か起きているようだ。びっくりした、ちょっとやめてよ。ちょっと近づいてこないで。怖いから。どうした？何？ん？なんかみんな、吹き出しの文字変わってない？ほら。ああ、アビナ様、患者様が、患者様の様子が。一緒にゲンロボ様をお連れしましょう。早く患者様を見てもらわなくては。アビナ様、私と共にゲンロボ様のところに行ってください。ほいほい。それ、あ、そこにおるやんか。うん。やはり彼たちに何か起きておるようじゃな。何かというのは何？ん？何あれ、座ってない？え、なんか起き上がっとるよね。患者。あれ？吹き出し消えた？アユナ、そしてエリオ、患者を見る前に心得ておいてほしいことがある。もしも患者たちに異変があれば、自分の身を守ることだけ考えるんじゃぞ。どういうこと？元老和様、それはどういうことです？何かお心当たりでも。え、私が言いよった通り、やっぱりなんかちょっと操られてるとかそういうことやないん。話は後にしよう。一刻も早く患者の元に行かねばならん。さあ、共に患者の元に向かおうぞ。アユナよ、準備は良いか？ほい。元老はがついてくるようになった。え、なんかびっくりマークに変わった。え？え？なになになに？恐ろしいんだけど。ほら、みんな座ってんだけど。話す、話す。あはは、アユナさんじゃないですか。それにエルさん、元老和さんも。あはは。何？壊れた？ケン様、ケン様、大丈夫ですか？何があったのです？ウルス様の言っていた通りでした。疑った僕が間違っていたんです。なんでところどころカタカナなの？僕は死を乗り越えられた。こうして生を超越できたんです。え？まずい、下がっておれ、エル。私は、うひゃ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 、うひゃひゃひゃ、うごう、うごう、うごう。読みにくい。え、待て待て待て、なんだ。え、なに？ちょい待って。いやー、空き部屋になった。空き部屋になった。まあいいんだけど。いやー、空き部屋さえ壊れた。腐った死体。え、腐った死体？腐った死体？え、死んでんの？え、マジっすか？ちょ、もう一人は？へい。イルマ様、どうされたのです？どこが苦しいのです？一体何が？本当だよ、一体何がだよ。虫が、頭に入ってくる。何、幻覚？イルマ様、イルマ様、イルマ様。気持ちいい、気持ちいい。かゆい、かゆい。気持ちいい、かゆい、うひ、うへ。エル、もうダメじゃ。諦めるしかない。嫌です、嫌です、嫌、あー。何もう。何なの。いや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 。私はどこ。いや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 。やばいよ。あ、ちょっと待って。私ちょっと待って。はっ。お、やられるところだった。あ、もうやっつけている。もうやっつけている。最後の一人。あなたもかい。エリー様、私がわかりますか？エルです。どうか、どうか。
この人だけは。エル？はい、私です。エディ様、しっかり、しっかりしてください。エル、エル、レル。もう、ろれつが回ってないよ。レルレルロ、レルラララレレ。言えねえ。いかん、これはもう。うわぁ、またまたまた。また来たよ、ほらほら。ほらほら、ベッドが次々壊れていくよ。こんなとこで暴れないで。そんな場合じゃないか。終わった。ん？まだなんかあるんかな？ん？なんもないよね。ん？終わった？終わったよね、これ。ちょんってなったよ、シマーク。ああ、ああ、アイラ様、患者様が、患者様が。わかってるよ、もうみんな終わっちゃったよ。一体どうしてこのような、どうして、どうして、う。お神よ、どうか、どうか哀れな患者様を救いたまえ。あの世でってこと？だってもうやっつけちゃったんだけど。ゲホ、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 どうなってんだ。その夜、町の人々はただならぬ不安と恐れの中で眠りについた。暗く沈んだ静かな夜の闇の中に、エルのすすり泣く声だけがいつまでも響いていた。そして、夜が明けた。いきなり平和な音だな。え、ここ？みんなここで寝たの？ちょうどベッド3つあるけどさ。え？んで何かい？次は、元老はなの？ちょ、なんかみんな何事もなかったかのように。ねえ。ねえ、扉を開けてしまった。へい。アイナさん、この町の方々は本当にいい人ばかりですね。私はケイシーさんにザッコさん、それにノリンさんからある相談を受けたんです。結構いろんな人から。病で戦うアイナさんの代わりに、ヘルコンドルを倒す武器を開発したいと。相談を受けてから、町の皆さんと一緒に、いろんな武器のアイデアを考えてみました。ヘルコンドルは空飛ぶ鳥です。普通の攻撃はまず当たらないでしょう。そこでどうするか。私たちはリリパッドが持つ武器を見て思いついたんです。リリパッド、弓矢？あれ厄介よね、結構。さあ、町のみんなで考えた武器作りのアイデアをお伝えします。アイナさん、あとはどうか私たちのアイデアを形にしてください。お、弓矢を作るってことかな。どれ？お、大弓をひらめいた。床に固定して矢を撃つ機械仕掛けの大弓。置いた後丸ボタンで矢を発射できる。あ、手に持つんじゃなくって、もう固定する形のやつ。え、これ普通に作れるってこと？大弓。大弓。どれ？どこ？あ、あった。あ、作れるじゃん。へい。大弓を一個作った。うわ、びっくりした。作ったよ。作ったよ、反応早いね。すごい、ヘルコンドルに対抗するための大弓を完成させてくれたんですね。うん、これなら空中のヘルコンドルにも攻撃を当てることができそうです。アイナさん、私はこの町に来たばかりで詳しいことは知りません。ただあの元老和さんの言う病と戦うことがいいとか悪いとか、病の原因がああだとかこうだとかそうだとか、はっきり言っていろいろこじらせてるおじいちゃんのぼやきにしか聞こえません。これまでがどうあれ、ヘルコンドルが元々の病を振りまいたのは事実のはずだし、ヘルコンドルを倒せば空の闇が晴れるのもきっと間違いないはずなんです。アイナさん、この地に病苦を振りまくヘルコンドルと直接戦うときは必ず来ます。その時のための準備もそろそろ一緒に進めていきましょうね。そうですね。今作った大弓をさらにいくつか作って高い場所に設置しておくと安心かもしれませんよ。ウエストコンプリート、薬草を5個。薬草がどんどん溜まっていく。なるほどね。こっちの部屋じゃねえ。てか、あれよね。もう大弓が完成して、でもってその大弓は、ヘルコンドルと戦うためのものなんやろ？なんか、もうそろそろヘルコンドルとの決着が近づいとる系かな。
まあ、とりあえず今回はこの辺で終わっておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あ、もしかして病室が壊れた件かな。なんか珍しくエルが水汲み場におったんやけど。